はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日の動画は久しぶりにアレンジメニューの動画でございます。はい、カフェロワイヤルっていうアレンジメニュー、皆さん聞き覚えありますか？多分視聴者さんで多分小山の方なら昔の動画を見て聞き覚えがあるかもしれないんですけど、一本ね動画作ってるんですよね。これナポレオンが愛したとされている、まあ、ブランデーをね使ったお酒を使った、アレンジメニューなんですけど、炎が上がるんですよ、燃えるんですよ。用意する材料的にはめちゃめちゃ簡単で、角砂糖とこのスプーンとブランデーがあればいいだけ、あとまあコーヒーくらいですね。簡単にできて、綺麗ですごくおしゃれなアレンジメニューって触れ込みで、昔紹介したかなと思うんですけど、まあ、この動画作って以降ですね、僕このコーヒーワールドの、チャンネル内で、一度も成功してないです再現がねできてないんですよ。何回かね生放送とか、まあ、動画とかでもちょいちょいやりかけたんだけど、ちょっと難しくて意外にもね、今日はそれのリベンジ動画でございます。はい、多分本当に最初の頃の動画だから、まあ、7、8年前だと思うんだけど、まあ、この動画を参考にねちょっといろいろ考え直したんで、はい、しっかり、燃やして綺麗なコーヒーを見せていきたいと思います。じゃあまず材料のおさらいですね。はい、こちら、サントリーのウイスキーです。まあどこのウイスキーでもいいです。別に特別なもんじゃなくても、普通にスーパーで、ね、1000円で売ってるようなこういったブランデーで大丈夫です。まあ度数だけちゃんとね 35% 以上くらいの、ちゃんと燃え上がるような度数の高いお酒を選びましょう。で、はい、次こちら、これがちょっとだけ特殊ですね。こちらスプーンの先端にちょっと取っかかりっていうか、これついてるでしょ。これね、コーヒーカップの縁にこう引っ掛けるためのこう出っ張りなんですよ。こういった専用のカフェロワイヤルスプーンって呼ばれるスプーンを準備いたします。まあ、それからコーヒーカップと、あとはこの角砂糖ですね、ここに乗っけるんですけど、まあ、これがカフェロワイヤルスプーンの役割ですね。はい、こんな感じになってます。ここに角砂糖を乗っけてウイスキーを垂らし燃やすっていう、まあ、変わったアレンジメニューなんですよね。要はエンターテインメント性がある、入れて飲んで楽しい美味しいだけじゃなくて、見て楽しいっていう分かりやすい面白さがある、まあ、新しい価値をコーヒーにプラスするアレンジメニューってことですね。で、このカフェロワイヤルをもう一度再現するために、僕は今まで何が悪くて失敗したのか考えました。で、そもそも僕が何を失敗してたかって、お酒にね火がつかなかったんですよ。今度こそ来い、お願いします、お願いします、頼む、来い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 、来るんだあー来い来て頑張れ、ちょっとついてよ。はい、うん、つかないつかないよ。このメニューはお酒に火がついて綺麗だねっていうメニューなんだけど、そもそもお酒に火がつかなくてどうしようもなくて、まあ、正確には最終的には作っちゃつくんだけど、それまでに時間がかかりすぎて、温まった角砂糖が溶けてしまったりだとか、まあ、それが混ざったことによるなのかな、お酒に火がついてもちょっとそれが弱かったりとかね、なんか綺麗に大きく火がつかなくて、なんか納得できない結果になってしまって、だ今日はそれをちゃんと原因考えてきました。多分ね、お酒って冷たいとあんまりこううまく火がつかないんですよ。ちゃんとあったかい、火がつくに適した温度帯まで持っていって火を近づけないとちゃんと燃えてくれないんですよね。だからつまり角砂糖はまず下ろしておいて、ここへ温かい、温めた、もしくはここで温める、温度のしっかり上がったブランデーを用意して、そこへ角砂糖を落としてあげる。で、すかさずそこへ火を近づければポッと燃えてくれるはず。角砂糖もまあ多分なかなか溶けないでしょう。多分ね、そこまで温まらなくてもブランデーが染み込むだけで、ね、結構もろくなっちゃうんだよねこいつ。はい、というわけで、何年かぶりのカフェロワイヤル成功させるために、はい、一回やってみたいと思います。はい、それでは豆選びからですね。今回はこちらケニアをご用意いたしました。まあマイルドで、まあ、癖もなく、そこまでこう個性が強すぎない、トゲがないブランデーとこう合わさって一緒に美味しくなれる優しいコーヒーを選びました。これをいつも通りの濃さで、
ペーパードリップで美味しく入れていきます。はい、というわけで OK、 ここからは時間との勝負でございます。この入れたコーヒーを冷めないうちにカップに注いで、そしてすかさずこの熱湯につけて熱々にしたこの湯気が出てるスプーンを乗せて、ここにブランデーを注ぎます。あ、ちょっとこぼれちゃった。最初はね、こういうちっちゃい手鍋とかにブランデー入れて少し温めてから注ごうかなと思ったんだけど、まあ、このくらいの量ならこのスプーンをめちゃめちゃ熱くすれば、まあ、いけるかなと思って、うん、多分大丈夫でしょう。これで無理だったらもう一回やる。スプーン温めるくらいでいければお手頃にできる。頼む。はい、じゃあ砂糖入れた。あ、電気消すわ。はい、 OK、 準備できた。いきます。いけるか。来い。よいしょ、ついた。頼む頼む頼む。あーあーあーあかん。あー溶けた。ダメか。そうか。うん、甘い。よっしゃ、じゃあ任せろ。このヒブリックで手鍋でもう発火寸前までやってやる。あ、でもあんまりやりすぎるとアルコール飛んじゃうからね。温まる程度。すぐ温まるな。よし、オッケー、リベンジ。行くぞ。そして角砂糖。そしてすかさずライター。こい、あ、来た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 。よいしょ。どうどう。来てる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 。これ来てる？来てるよね。来てますね。おお、燃えてる。あー、燃え尽きた。おお、燃え尽きた。ちょっとすいません、もう一回だけやらせてください。あー、なんかもうこっちの方がすごい綺麗だわ。おお、あ、すごい、めっちゃついとる。うわ、やべえ。うわっ、うわっ、あ、息が。めっちゃ綺麗じゃん。やばいね。うわー、成功、大成功。おお、あ、あっという間に砂糖が溶けた。うんうんうん。あ、でも砂糖溶けてもずっとついてるね。うわ、綺麗。柔らかいですね、火がね。すごい幻想的。コーヒーの上で燃やすっていう不思議よね。よっしゃ、消えた。はい、というわけで3度目の正直。大成功でございました。じゃあ、あとはこいつを砂糖ごとコーヒーに溶かして、うん、はい、しっかり溶け切ったら、じゃあいただきます。うん、いい香り。
あー、やっぱね、ブランデーのこう香りですごく柔らかくなってる。で、砂糖も入ってるし。あー、すごく柔らかく甘い。甘ったるくない。まあ、言うて砂糖1個だからね。もともとあったケニアのコーヒーとは全く別物になってますね。だけど、うん、そう、融合して別物になってカフェロワイヤルっていう新しいアレンジメニューの味になってます。非常にうまい。そして楽しめた、うん、やっとできたよ。もうずっとやりたくて、何が悪かったのかなとか思いながら、やっぱ温度だったんですね。まあ、ちょっとね手間だけど、こうやって少し温めてから注いであげると、まあ確実に成功するかな。うん、うん、美味しい。若干冷めたけどね。まあでも本当見て楽しい。まあ新しいね価値をコーヒーに付加してくれる、まあいいアレンジメニューだよね。僕もこれチャンネルの動画の中でも特にね人気のあるネタだったから、まあ改めて、まあ、リメイクとしてねやりたかったんだけど、ずっと、いやー、いいよ。ぜひぜひ皆さんももしよろしければやってみてください。まああれですね、この間紹介した水出しのコーヒー器具と並んで、これも一つの時間を楽しむコーヒーですね。いや、よかったです。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。今日はリベンジできて本当大満足。はい、ぜひぜひ皆さんもやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。